私はこの調査に関わっての大発見といいますか、なるほどそうかと気づかされた点は、だとすればブラック差別というのは見なされる差別だという、この差別独特の特徴である。誤解のないようにうまく聞いていただきたいのですが、こんなことが基準であるとすれば、私たちは全員どなたでもいつからでも部落出身者になれるんですね。こんなことが基準だとすれば、私たちは全員どなたでも部落出身者とみなされる可能性があるということに。いや、そうやない、奥田さんうちは家系図が先祖代々、江戸時代は武士の出身だ、そんな人がおられたとしましょう。あ、そうですか。でもね、例えば今度京都へ引っ越しをされる、その時京都の童話地区のど真ん中に引っ越しされてごらんなさい。ものの40、50年そこで住む、子供が生まれる、孫も儲ける、親子、孫、三代も童話地区のど真ん中に住んだら、もう世間は間違いなくあなたを部落出身者だというふうに見なし始めていきますよ。50年前からここに住んだけれど、100年前はご先祖はどこに住んどったんだろう、戦前はどこだろう、明治時代は大正時代は、そんなことをいちいち斟酌して、ある人が部落出身かどうかなんていう判断が社会的に下されているわけはあります。そんな複雑怪奇な緻密な調査のもとに部落差別が発生しているわけではない。